ていうのは、ねえ、うん、遠いとかまだとか言いながらでもなんだかんだってみんな楽しそうにやってるんだよね、うん、あの2週やってる人もいるからね。だからね2週目突入、あのリカージョンして、ね、リカージョンっていうシステムもね、レベル15とか普通にやってたり、やっぱ解放じゃなくてそういう考え方でしましたからね。いや二昔ぐらい前はいつレベル17以降が出てくるのかねという話をしてたんですが、そうそうそう話してたんだけど、うん、そうなるんじゃなくて、リカージョンという形でレベルを1に戻して、うんうん、AP は一緒でもう一回生き直しなんですね。すごいな、あのゲームのストーリー的に、うんうん、エージェント自体の経験値を積んでたらさっさと8まで上がれますからね、うん、そう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 頑張って今は特にあのポータルがいっぱいあるので、うんうん、8まで上がってしまえばあとはもう、うん、出とこですから、うん、ここ何ら困るところはないんで、うん、あのアイテムのレベルが1から8ま で最高が8なのでアイテム、うん、バースターとか、うん、レゾネーターのレベルが、うんうん、でそれ以降になる とアイテムの違いっていうのは差はないので、うん、うん、そうね、うん、8まではチュートリアルと言われてるというでうちらは 8までが楽しいと。そうね、7から8になるまでがやっぱり一番楽しいっていうのはよく聞くね。うん、なんていうのか、この制限ないとね、うん、逆に楽しくなかったかもしれない。だから制限がある、レベルが低い時ほど楽しい、うんうん、で一時期ね、人がいっぱいいて、特に高レベル8以上の人たちがいっぱいいて、うん、ポータルがレベルが高い時は、うん、レベル低いエージェントって壊しにくかったの、うん、今ちょっとあれなんだけども、うん、イングレスのエージェントさん少し少なくなって、うん、ポータルが白いポータル、ニュートライズポータル、うん、中立ポータルがいっぱいあるので、うん、レベル低い人が上げ放題、うん、そうだね、うん、今白いからね、そう白いから1のレゾネーター置いても誰も怒らない、うんうん、ああそうか怒らないっていうのが味噌だね、怒らないっていうか、いや置けるまたあの今までだったら、うん、エンライテンドにしてもレジスタンスにしても 青になってたり、うん、緑になってたりして、うん、相手陣営の大体ポータルを壊さないといけない、うん、レベル低くても、そうすると、うん、レベル1のバスターでは壊せない、うん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 、でなんだこれ壊せない、面白くないじゃん、でレゾネーターを置こうとしても、うん、自陣営のポータル行ったら、うん、自分はレベル1なのに、うん、刺さってるのは、うん、レベル5とか7とか、あ、うん、刺せやしねえ一時期何もできないという、うん、最も全部埋まってて置けないとかね、そうそうそう、あとはもうハックしてリンク引くぐらい、まあ、基本なんだけどリンク引いてフィールド作るというのが、うん、面白いんだけども、うん、でも面白いのはやっぱね、自分でポータルを作るっていう作業なので、うん、そうだね、うん、だそれが今はできるかなと、うん、だそうね、逆にね、今こそ初心者、うん、来たれ初心者イングレスという、うんうん、そうね、途中で終わっちゃった人とかね、うんうん、今復活するべきですよと、うんうん、ローソンポータルなくなったけどそれでもポータルこんだけ増えてるから遊べるんだよね、うん、意外とね、そうそうそう、なんか、うん、ということで、うん、ファーストサタデーが今週末もう迫ってるのは何回も言います、ファーストサタデー名護、はい、の方でありますので、はい、皆さんこぞっていらしてください、うん、桜見ながら、そうそうそう、桜もね、ね、見頃っていうので、うん、来られる方はキャンプ初日なので、ああそうですね、気象が悪化してると想定されますのでお早めに北部に来られると良いと思います、うん、そうだね、キャンプがちょっと心配かな、うん、ケースによっては巨大諦めてギノザで降りて回ってくる覚悟もした方がいいかもしれません、ね、時間によりますが、うんうん、ギノザもバイパスできたから結構さばけるようになったんで、あそこ、あそうだね、あそこ道が広くなってるんで、そうそうそう、阪神キャンプのごちゃごちゃがかなり減ったんで、うん、うん、はい、ちょっと待ってね、はい、遅いローディングが遅い、レベル上げバッチ難民つらし、うん、なんだろう、うん、ということでちょっと曲かけたいと思います、うん、曲はアルバム、あ、シンガーソングライター山本紗友さんのアルバム「イングレス音頭」から、うん、大阪のまり送りたいと思います、はい、それではどうぞ。
はい、山本小夜さんの、アルバム、ミニアルバムでいいんだな、イングレスオンドから、大阪アノマリお送りしました。そっか、それアノマリの会場で発売されてた CD だったっけ。そう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 、そう、あ、うん、今思い出した、うん、あのイングレスソング、あ、イングレスオンドってタイトルで1曲目それがあるんだけども、うん、大阪アノマリが2曲目、うん、で3曲は、エージェントオリンピアドの歌と、うんうん、いうことで、うん、まあ、3曲入ってるアルバム、うん、ミニアルバムですけども、うんうん、よく作ったよね、昭和歌謡だよねこれね明らかにあのジャケットのデザインもね、同じイングレスのエージェントさんで書いてもらってて、すごい素敵なんだよね、うん、はい、うん、素敵なんだけどね、あのこの FM ルマの、うん、CD プレイヤーでは動かせなかったそうなんだ、あのスロットインタイプなので、うん、あの CD のレーベルの方が、うん、盤面の方がちょっと分厚くて、うん、あの入れると詰まりそうな雰囲気だったので、うん、最初は書けなかったという、あー、そうなんだ、うん、今思ってますけども、うん、今ちょっとこれはあの別でやってるやつですけど、うんうんうん、だからあのカーオーディオもまずいですな。そうだね、あのスロットインタイプのタイプ、うん、スロットインタイプだと、うん、あのまずいです。そうか、厚みが関係してくるんだ。そう、あのトレー方式だったら問題ないんだけど、うん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 、昨今のカーオーディオで CD 使えるやつはほぼスロットインだよね。ほぼスロットイン、あの吸い込むタイプなので、うんうん、あまりにも分厚いと吸い込まないか、吸い込んだ後に吐き出せないか。うわー怖い、それとっても一番怖いのが吐き出せないのかなので、嫌だね。あのここの曲のスロットインで、うん、吐き出せないとちょっと困るので、うんうん、パソコンみたいにこう小さい穴があってそこからいやスロットピチってから、あのそれはトレー方式。あ、そうか、トレーだったらできるのか。そう、トレーで、あのそうだね、そうか、スロットインだってできないか。そう、トレーの強制排出です、あのボタン。そっか、うん、あの例えばノートパソコンなんかは、うん、あのさらに簡素化されてるトレー方式だよね、うん、あれ真ん中の軸の方にパチッとはめるタイプ、うん、ノートパソコンの場合なんか、ね、うん、あれだと もろ簡単に、うん、強制排出が効く、うん、できるんだけどね、うんうん、スロットインは、モーターで吐き出すので。あ、モーターか。そう、分厚いとその幅が通らなくてモーターが止まってしまう。あ、そうか、そういう仕組みなんだ。まあ、それはまあ前からあるんですけど、一応デザイン性があってすごい見やすい、うん、綺麗だよね。うん、綺麗、あれはね。だから前から某銀色の、うん、銀色のノートパソコンはそうですね。ああ、うん、スロットインはね、うん、うん、あの この辺にあるメーカーの方だよね。そう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 、うん、あ、リンゴさんですか。リンゴさん、リンゴさんですね、うんうん、かっこいいんだよ、うんうん、かっこいいんだけどちょっとねと、うん、いうことで、話の途中だったからファーストサタデーで皆さん行かれてください、うん、で来週、あ、来週じゃないな、来月は終わりの方にペルペトアヘキサスロン、うん、で3月1日に、うん、ミッションで那覇、うん、ミッションで那覇だね、うん、が確定はしています。はい、うん、各種イベントありますんで皆さん体調には気をつけて、はい、急にね、昨日今日か寒くなってきて、これからまた寒くなって、ね、あの本土の方でも、うん、昨日一昨日だった寒かったのが今日は17度まで上がったとかで、あったかかったってこと。かかっっ、そうなんだ、うん、沖縄17度寒いよね。だけど寒いけどね、うん、あの本土だと、うん、あったかいのか。北海道だと、真冬日、氷点下。あ、そっか、向こうは氷点下だもんね。最高気温が0度夜、うん、あの最高気温が0度を上がらない、うん、っていうのがつい最近があったりだったので。そうなんですよね。ちょうどね、それのね、1日2日後ぐらいね、沖縄は、夏日になったんだよね。そうなんだよね。最高気温25度以上ね、うん、27度とかね、うん、日本広いよね、縦に。ね、そう考えるとね、まあ世の中ままなりませんな、としか言えねえな、うん、だね。だからちょうど東京がいいところでもあるし悪いところでもあるという、うん、あの夏は暑くて冬は寒い、うんうん、でもあの四季がちゃんとあって、うん、いい場所ではあるんだけど人がいっぱいいるんだよな、あっちは、うん、沖縄は夏が暑くて冬も暑い、うんうん、ちょっと前までは 夏は涼しくて冬が、うんうん、冬はまあ、うん、暖かいんだったけどね、うん、そうね、うん、今回はちょっと暖冬って言われてたのにいつの間にか寒くなって、うん、ね、なんか今までのその、うん、取り返しで、うん、なんかこの埋め合わせにドカーンと寒くなるんだなっていう感じがして、うんうん、しょうがないけど、北国、雪国の方は
1月に雪が降らないとみんなまずいって思うらしいですからね。あ、それなんかね、先週だったからニュースになってたけど、取り返して2月大雪降るから、うん、あの札幌雪まつりの準備するのに雪が足りないから近隣からかき集めているというすごい、あのテレビの放送見てたら、ちょうどあそこはどこだっけ、大通公園、大通公園は隅っこの方にこう固まった氷のようになった雪しかなかったという、1週間2週間ぐらい前の話ですけど、例えば福島の奥多摩美も今年雪が全然降っとらんと言ったんだ確か、うん、だけどね、あの昨日かその前あたりからちょっと雪、昨日おとといの爆弾低気圧だよな、あれな、ぐるぐる回ってたから、うんうん、それの、うん、おかげで雪はだんだん増えてきてはいますけども、うんうん、沖縄に雪降るんかな、今日ちょうど、ね、ご飯食べてる最中に、うん、あの上空の寒気、ね、あの0度の方が沖縄に、ね、すっぽり覆っててね、うん、何メートル以上とあのところか分かんないけど、うんうん、通常は、6度の寒気が沖縄本島近くあるんだけども、うんうん、今日明日あたりは、0度の寒気が降りてくるよって話があったので、ね、もう何年か前の、雪が降るんじゃないか騒動を思い出しちゃったよ、うんうん、この冬一番寒いよということで、ありましたね、報道陣がどこだっけ奥まで行ってましたよね奥まで行ってそうなんだ、結局ね、八重岳で見れたとか、ね、あのなんだっけ田能岳で見れたとか、うん、うん、うちらも見に行ったけど見れなかったもんね、うん、逆にあの名護を出発するときにイオンの駐車場でこう、うん、車のフロントガラスにそういうのなんかあのかき氷みたいなのがちゃちゃっとこうガラスに当たった瞬間に溶けるから、うん、何が来たって思ったけど、うんうん、そうそう、あれが雪だったのかなっていう、今、うん、雪というかみぞれだよ、あ、まあみぞれか、うんうん、あれぐらいはあったな、なんかそれがなんかまた来そうな空気の冷たさだなっていう感じがするんだけどね、うんうん、だから体調管理気をつけましょうね、えしっかり防寒して、うん、ファーストサタデー行こう、ジャンパー持ってくの忘れた今日は、うん、今日はジャンパー持ってくの忘れたわ、ね、うん、当日は、うん、晴れそうな雰囲気、あ、晴れてほしいよですけども、あ、キャンプ初日だから晴れてほしいです ね、 風もあまり吹かないでくれって思う、うん、風は強い、風吹かれるのがもう一番いいや、本当に風は吹くかな、そうなの、風吹きそう、うん、風は、うん、うー、まあ、うち横浜もハムさんもそうなんですけど海のそばですからね、球場が、寒いんだな、キャンプ見に行ってもそうだね、うん、しょうがない、あの沖縄でね、山の方にある球場ってどこだ、宜野座ぐらい、いえ、浦添、あ、そうか、浦添も中の方か、うん、うん、あのね、宜野湾と名護とかはもうもろ、もろです、海のそば、チャタン、中日、あ、チャタンもそうだね、そうですし、うん、あの、なんと大野屋も一応海のそばです、すぐ目の前の那覇港、一応那覇港だもんね、うん、風の影響を受けますけど、うん、これからキャンプシーズン、2月に入ると、北部もそうだけども、うん、中南部にも、はい、あの土日は車移動が多いと思うので、うん、あの交通事故気をつけましょう、うん、そうだね、うん、だから今年は、まあ、うん、一応ざっと簡単に、はい、巨人が大野山那覇で、2月の後半で、浦添はヤクルトで2月いっぱい、宜野湾が横浜の1軍で2月いっぱい、北谷、うん、が中日1軍で2月いっぱいで、次が、嘉手納が横浜2軍で2月いっぱい、読谷が、中日2軍で2月いっぱい、小座が広島で2月いっぱい、あとは金が楽天で2月の後半1週間10日ほど、うん、で宜野座が、阪神で2月いっぱい、あとは名護と国頭がハムで2月いっぱい以上、うん、なのでよく覚えてるな、それはまあ商売じゃなかった、商売じゃない、商売それはねお仕事ですから、と、うん、ことで半お仕事やね、多分あのヘルペトワーヘクサスロの頃にはまあらかたみんな帰ってるんでそこまで影響出ないと思うんですが、ね、うん、今回のファーストサタデー名護はもろキャンプ初日と初日なので初日で多分人が詰まってくると思います、うん、あ、そうか、あと、うん、ごめんなさい、ちょっとぶった切りで、ポケモン GO の方のイベント、うんうん、GO バトルリーグが まもなく登場ということで、うん、ニュースの方に上がってますので、うん、まあ、詳しくは
ポケモン GO のアプリの中のニュースで見ると、うん、今回始まるよということで、うん、でなんか 全トレーナーにその、うん、GO バトルできるようになったらちゃんとプッシュアップで通知しますからねってあるね。うん、今のところプレシーズンって形で、うん、まあ、トレーナーレベルに合わせて段階的にできるようになってるんで、うん、で一応今週から順次って書いてあるので、うん、まあ、うん、多分この中で一番早くなちいさんだな。でどっちだ、レベル3、ちいさんレベル38、じゃあちいさんだね、うん、でちいさんと僕とシシディコも36、35、うん、私36、うん、まあ、36に来る頃にはもう多分ね、うん、あの全員解放になると思うんで、うん、そうだね、だいたいレベル40の人から最初に行くナイアテック式ザルだと、うん、解放だと40スタートで、うん、次39、38ぐらいにやって、うん、もう36やった瞬間、1時間ぐらいしたら 全解放とかって平気でやるから、うん、あっちは、うん、うん、あのそれこそ対数的に、うん、一気に解放してきますので、うん、一応それがプレシーズンという形で今週から始まってますから、レベル高い人はもう始まってますけども、 うん、もう一生懸命こう外で歩かないといけないんだな、うん、すごいな。まあ、詳しくはあのニュースの方で見て、うん、あの自分でちょっとやってもらった方がいいか、うん、ちょっとこれ今読み込みしてるけど、うん、頭に入んないやと。あ、なんか勝てば勝つほどっていう感じだね。マスクドピカチュウと新たな着せ替えアイテムが登場するとか、うん、そうか、なんかいろいろとね面白い文言が加わってるの、うん、ポッケンに登場とか、うん、ありますんで、うん、そうだね、リーグ戦っていうのはやらない人は全然やらない、うんうん、やる人は結構やってるんだけど、うん、リーグ戦ね、うん、僕らもやらない方かな、事務戦の方、うん、外に出てっちゃう方なので、うんうん、だからリーグ戦やるいいきっかけになるかなと。そうだね、うんうん、逆にこうやってないとお前全然歩いてないのなって言われるねあのうち離島に行ったあの同僚が最近なんか本当にちょっと帰ってきてるって聞いたから、うん、はい、タイミング合えばあのポケモン GO あの一応キラフレンドなので、はい、交換しようかなと思ったけどタイミング合わなくて会えなかったんだけど、あの実績見せっこした時のお前全然歩いてないなって言って怒られそうなのでちょっと本当に真面目に歩こうかなと思います、うん、だから、うん、ファーストサタデーの時にでもそうだね、うん、あの、うん、余ってる機体にあの、うん、アカウント入れてって表現正しくないな、そう登録して位置情報ゲームいっぱいあるからさ、1台でもそろそろさばききれない、さすがにこの端末でも、あのね台湾のあのいっぱい持ってる、あれは福岡なのであれはダメなんだけど、うん、あのあれではなくてイングレス用の端末、うん、ポケモン GO 用の端末、うん、なんだっけ、あとドラクエウォークか、うん、ドラクエウォークはちょっと別にしたいな、うん、一応私も、ね、あのこれに変えたんで一つは前のスマホが出てるんで、うん、だからあれにそうだからあれにハリーポッター残した、うん、残してあるんで、うん、今のには入ってないの、入ってない、うわそうするとでも2台持ちができるという、まあそうだね、うん、別でねやった方が、うん、だからこっちに入ってるのはイングレスとポケモン GO と、うん、なんだ、あとあれか、うん、妖怪ウォッチワールドか、だからそうドラクエウォークとあのハリーポッターは前の残したんですよまだ、うん、だから最近触ってないとお持ちがつくんですが、ちんさんそれは2台あるけど何と何に分けてるの？いや全部入ってるんですよ、イングレスとポケボーと、うん、あ、そうなんだ、だって適宜こう、うん、変えながらという形だね、なるほど、うん、あ切り替えで、うん、なるほど、今イングレスとイングレス、あ、イングレスじゃない、あのポケゴーと妖怪ウォッチを現代人語系でやってる、うん、あ、まあ大体もう2台に、うんね、分けるといいかなと、ハリーポッターになったっけ、なったっけ、はい、歩け歩けモードだったっけ、あ、なんかあったね、どこでも冒険モードだよね、が追加されるようちゅう話が上がってましたね、ようやくかって感じだね、うん、あれがあると、うん、まあ起動 まあ、させなくてもというか起動させておくと、うん、まあそれで何ていうのポイント歩数がカウントされるんだっけ、カウントされるということで、うん、まあ、うん、
立ち上げてるとさバッテリー食うから辛いんだけど、バックに落としても結構食うもの食うんですよね。そうだね。そうイングレスがも通ってきた道であるけど、イングレスとポケモン GO に関してはある程度バッテリーは落ち着いてきてるけど、やっぱハリーポッターと、ドラクエウォークが結構ドラクエウォーク食うよ、ね、まあ、ドラクエウォークは別のメーカーさん、運営なので、ちょっと別物なんだけども、それでもハリーポッターがちょっと食うのが意外と食うので、あれはまあグラフィック関係かなとかって思っては、そう、あのね、私ね、ハリーポッターあんまりやらない理由一つ今思い出した、はい、なんていうのかな、勝手にさ時間が経ったら勝手に、はい、このくるって画面が北向きにこの固定されちゃうわけよ。あ、それがとっても嫌。私はだいたい南向きとかにしたい方なんだけど、 それは一時期ね、なんイングレスプライムの方でも、そうあったんだけど、それをなんかこう自分の向きたい方向に固定っていうのがあればいいんだけど、なんか探してもなくてさ、だからこう久しぶりに立ち上げてやって、あ、やっぱ面白いかなってやってても、フィールドに戻った時に勝手に画面がグーンってこう北向きに、どうやってもこう強制的に直るのが、それがちょっと正直まあストレスで、あんまりやらない、やっぱり。そうだね。そうだね。CCG コムはマップで地図を見て、どこに行くとかってやるときに、僕なんかは北を上にして地図見るんだけども、CCG コムは私は進行方向を見てる方向に上にしてやるので、マップが僕は読みづらい。マップなのでいいんだけど、それゲームだと、やる。なんていうの、北を上にずっとしっぱなしっていうのは別、それはちょっと辛いかなと。そこがね、なんか改善されるともっと立ち上げる回数増えるんだけどなって思うんだけど、イングレスだけリアルでゲームやってる時は進行方向北がいいんですけど、そうじゃない時は北が上じゃないと見づらくてしょうがない。そういや、マップを見る時と思うんだ。マップを見るときはね、マップを見るときは北が上だけども、ゲームするときは北の上よりも進行方向が上やる、上になるようにした方が辛くないかなと、なのでよろしくです。平田ブータカーナビと一緒ですね。そうそう、カーナビ方式で、あ、そうだね、そうだね、それも人それぞれなので、選べれば一番いいんだけど、そう選べるようにしてほしいかな。そうだね、カーナビを基準にして、進行方向を北上に、北を上に、を選べて、選びたい。で、できればそれをまた固定、くるっと回した時に固定できるようにしてればいいかなと。イングレスはそれがあったからやりやすかったんだけど、ね、なんかハリーポッターはちょっとそこがねストレスです。ということで55分になっちゃいましたので、そろそろ終わりたいと思います。今週も聞いていただきありがとうございました。いろいろと今後イベントありますけども、でいろいろ と、風邪やら肺炎やらあるので、体調管理はしっかりしていただいて、ね、人集まるところを、まあ、うちら行かなきゃいけないイベントなので、行かなきゃいけない、行くんですけども、その時にはマスクをちゃんとして、そうだね、今日忘れた。やらなきゃいけないな、気をつけていきましょう。はい、ということで今週も最後の曲は、山本彩さんさっきのアルバム、イングレス温度から、イングレス温度で終わりたいと思います。それでは来週までさよなら。さよなら、土曜日お待ちしてます。